けないし、どこかに落ちてないかな、食べられるもの。 なんで私こんな思いまでして生きてるんだろう。あれなんだろう、これ光って食べ物じゃなさそうだけど、もう何でもいい。お腹の中に入りさえすれば。 あこんなに硬いなんて、なんで私、なんで何をやってもこんな。 光ってるだけのものなんて、何これ、さっきより光って、体の中に入ってくる、一体何が起きて。ふう、久しぶりに出てくれたぜ。ん？お前がそうなのか？ふふ、また随分年のいったやつがなったもんだな。え？うわっ！ びっくりさせんなよ、いきなり大声出しやがって。ごめんなさい。それでどちら様ですか。お化け、幽霊、それとも座敷わらし？どれでもねえよ、俺は。っていちいち説明すんのもめんどくせえな。 長い付き合いになんだろうし、そのうち教えてやるよ。これからよろしくな。長い付き合いって全然全く意味がわかりませんよ。つまでついてくるんですか？だからずーっとだってしょうがねえだろ、お前がなっちまったんだからさ。しょうがないってだいたいどうして私なんですか？知らねえよ、俺の方こそ知りてえよ。嘘ですよ、そんな私なんかが選ばれるわけ。まったくよ、俺が選んでいいんだったらもっと若くて面白そうなやつを選んだのよ。若くないのは仕方ないじゃないですか。おい、そこの女！なんですか？あなた方はこんなとこ一人で無防備に歩きやがって身ぐるみ剥がしてやるぜ。ええ、そんなこりゃまた典型的なゴロつきだな。笑い事じゃないですよ。どうしたら。どうもこうもねえよ、お前の力を使えばこんなやつどうにでもなんだろ。私に力なんてあるわけないじゃないですか。ああ、誰と喋ってやがる。なんだその小さいのは。気味の悪い女だな。とっととやること済ましちまうぜ。来ないでください。こんな連中なら構うことねえだろ、遠慮なくやっちまえよ。やっちまえって、できたら苦労しませんよ。ギャーギャーうるせえ。ほら、おとなしくしろ。やだ、やめて。一体何を。なんだ今のは。てめえ一体何者だ。私は。ああ、来るな、こっち来るな。なんだよこいつ。うわあ、逃げろ。今一体何がどうして。だからそれがお前の力だっての、いい加減信じろよな。力、私の力。こんな攻撃。いったー！私のターンね。バカ、化け物なんて置いてないよ。あの人は。ありがたや、ありがたや。おお、お前もすっかり有名人になっちまったみてえだな。当然よ。私はこれだけの力を持ってるんです。愚民どもが恐れを敬うのは当然だわ。すっかり豹変したよな。あんなうじうじつまんねえやつだったのによ。やめてよね。あんなうじうじ後ろ向きに生きてた私なんてとっくに捨てたわ。今の私は選ばれたものよ。選ばれたものはそれなりの振る舞いってものがあるでしょ。まあいいけどな、こっちの方がよっぽど面白いし。レオ、そろそろ作んねえのか。作る？何？国だよ、国。お前の力はそのためのもんだって散々説明してやっただろ。冗談、忘れてたふりしただけ。まあね、そうね、あんまり気が進まないんだけど。どうしてもっていうなら考えてあげなくもないかしら。国を作っていただけるのですか。ああ、ついに私たちを導いてくださるお方が。どうしてもってやつらいるみてだぜ。ふん、それじゃしょうがないかしらね。愚民どもを導いてあげるのも選ばれた私の使命って言えなくもないし。たく、じいじめんどくせえやつ。